ローズステークス2024、川田騎手が強いと話すレガレイヤ逆転候補。皆様こんばんは。加速情報競馬データ検証のヤギューでございます。本日は5分でわかる外球データヒントといたしまして、ローズステークス2024をチェックしたいと思います。なお今回もローズステークス出走力馬の解説ということでございまして、皆さんと一緒に見ていきたいと思っております。それではこちらが本日のメニューでございます。ちょっとね、最初に、ね、注意していただきたいのがですね、今回ですね、このローズステークス、阪神ではなくてですね、中京での代替開催となっておりますのでね、もうどうしてもね、ローズステークスというとですね、秋華賞前の阪神のイメージがね、あると思うんですけれども、ちょっとね、気をつけて考えていただければなと思っております。まず一つ目に、ローズステークス出走力馬の確認ということでございますですね、まあ、結構ね、いいメンバーが揃っております、カニキル、サフィラとかですね、まあ、セキトバイーストとかですね、まあ、前哨戦で、ね、大箇所の前哨戦都合で構想した馬に加えましてですね、ボバ相手に戦ってきたレガレイヤが参戦という風なね、構図になっております。そして2つ目でございます。過去のローズステークス外球傾向を学ぶということでございますですね、過去5年間の外球傾向をまとめてみました。そして3つ目でございます。今年のローズステークスはどんな馬を狙うということでございますですね、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。なお今回の動画でまとめましたデータ回答に関しましてはですね、週末出走馬が確定いたしましたレース前日に LINE でお送りさせております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちいただければと思います。なおですね、外球情報についてはですね、下の概要欄にございますヤギのサイト内で無料でね、随時更新しておりますので、ね、参考にご利用いただければと思います。それでは順番に見ていきたいと思うんですけれども、もうね、動画の構成とか考えてませんよ。はい、最後にクライマックスとかね、最後まで見てくださいとかじゃなくてですね、もう一発目に出てきました。というのはですね、アイウェイを順に並べてるだけでございますのでね、はい、サプライズの S 馬がですね、いきなりなんですけれども、このオーロラ X という馬ね、ちょっとね、野球ね、面白いんじゃないかなと思っております。まず、ね、説明させていただきますとですね、デビューから2連勝中のサトノダイヤモンド3区でございます。素晴らしかというかですね、もう野球が驚いたのが前走でございましてですね、やや出負け気味で後方からの競馬になったんですけれども、その中をですね、残り 1000m ちょっとの地点からですね、かなり早めにね、動いて松山騎手が進出して先行集団にね、持っていきました。そのままですね、2番手で4角を迎えましてですね、最後は2着馬と一騎打ちという形でございます。ねじ伏せる形でね、石橋ほど差をつけたんですけれども、この2着馬に騎乗しておりました川田騎手がですね、勝った馬が強かったですとコメントを残すほどでございます。もうトップジョッキーでね、ほとんど馬を褒めないっていうとあれ語弊があるんですけれども、まあ、結構ね、馬についてですね、まあ、育成を大事にしてるので、ね、結構コメントはね、厳しめなんですけれども、まあ、その川田騎手がですね、勝った馬を褒めているということでございまして、その勝った馬、このオーロラ X という馬でございます。一種前ですね、松山騎手が騎乗してですね、立冬のコースを馬に 84.1 秒、新米は 11.9 秒と、まあ、ゆったりね、調整も伸びは良さそうという感じでございます。タフなね、ちょっと中京、この馬には合ってるんじゃないかなという感じがしました。そしてこちら、カニキュールでございます。この馬はですね、左回りの代替開催になりますので、そこを踏まえて A とさせていただいております。初戦のね、中山では2着も2戦目、東京で最速流れマークしての勝利でございました。重賞参戦のフラワーカップでは6着も再度東京帰りとなったフローラステークスが、また最速流れで3着に構想しております。一旦ね、成長を流しての6月のですね、三浦特別では 33.3 秒の上がり、最速での完勝でございました。先行してね、最速の上がりと強い競馬をしておりましてですね、左回りでは能力を発揮できており、通行代替開催は大きくプラスかなと考えております。1周前ですね、調教師が騎乗して、日本のコース馬なりに 66.3 秒、姉妹 11.6 秒、合わせ馬を追走導入と先着で動きは良さそうかなと思われます。このね、代替開催がかなりプラスの恩恵を受ける一頭じゃないかなというふうに考えております。そしてこちら、クイーンズウォークでございます。クイーンカップをですね、連勝で制覇も、桜花賞では GM もね、川田騎手も、オークス向きと話しておりました。桜花賞をね、叩いた本番オークスで能力を発揮したのは4着でございましたけれども、差し決着になったところ、ある程度の位置で競馬して踏ん張っておりましてですね、能力は間違いなくね、高いんじゃないかなと思うんですけれども、ただ、マイルでは 33.4 秒と最速の上がりで勝利したんですけれども、2400メートルでは他に切れまける状況でございました。2000メートルではどの程度足を使うのかっていうところがね、見てございましてですね、まあ、マイルはね、ちょっと短いっていうふうにね、判断されてるのかもしれないんですけれども、まあ、その足ほど使わなくてもですね、2000メートルで、ある程度ね、やっぱりね、他とね、追ってですね、負けないような足が必要になってくるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっとこのままね、適正距離まだわかんないやっていうところがね、未知かなと思います。1周前ですね、川田騎手が騎乗して、リットのコースを1杯7ハロン 98.1 秒、6ハロンが 81.1 秒、新米は11.1 秒ということでございましてですね、自己ベストで合わせ馬を圧倒ということでございます。評価としてはですね、ちょっとね、距離がどうかなというところがありますので、B までとさせていただいております。
そしてこちら高野 LP だけでございます。新馬戦はね、先行して 33.5 秒と最速の上がりに勝利いたしました。アサヒ杯フューチュリステックスではボバー相手に2着と大健闘しましてですね、ただ安定感はなく、チューリップ賞では4着忘れなくなった賞、完勝もオークスは16着大敗という形になりました。まあ、これについてですね、デムロ騎手が一番いい位置を取れたのに、向こう正面からずぶくて直線で反応もなく全然走れなかった、初の東京で興奮したのが調子は良かったのにというふうにコメントをしております。気象面のね問題があるのかということでございましてですね、ちょっとね初めてのね特殊なコースでございます。中京で力を出せるかというところも疑問ですし、久々になってくるのでね、気象面の問題大きく関わってくるんじゃないかなというふうに思っております。2週連続で団の騎手が騎乗しまして、1週前は立冬のコースを一般に 82.1 秒、姉妹 10.3 秒、自己ベストで全体時計で加速が理想という形でございます。評価としてはし、気象面の不安があるよということでまとめさせていただきました。そしてこちら、関戸バイストでございます。デビューから1400メートルと1600メートルしか使ったことのない馬でございます。重賞ではですね、うまく逃げて踏ん張ったチューリップ賞で2着。桜花賞ではですね、3番手から運んで7着に敗戦という形でございました。まだ能力的に差はありそうですので、成長必須の距離延長で一気に 1000m になるのは壁があるかなという感じがしております。1週前ですね、藤川祐介騎士が騎乗しましてですね、立教のコースを一般に 84.0 秒、姉妹 11.1 秒という形でございます。全体時計は遅めですけれども、加速は良さそうかなというふうに思われます。評価としてはし、ちょっと距離不安がですね、かなり大きいかなというふうに感じております。そしてこちら、レガレイラでございます。評価 A です。A ですね。もう A でいいですね、これはね。はい。なんでここで出てくるっていう感じなんでございますけれども、牝馬でね、ホープルステークスを制してですね、春のクラシックは牝馬路線を完全スルー。そしてですね、サツキ賞直行6着で狙ってた本番のダービーではルメール騎手確保で5着大健闘という形でございました。すごいのはですね、デビューから5戦すべて上がり最速ということでございますですね、牝馬路線には興味を示さなかったのに、ここに来てローズステークス参戦という形になっております。勝ち負けにはね、こだわらず次戦のためにっていう感じかなとは思うんですけれども、まあさすがにね、恥ずかしい競馬にはならないかなと考えられます。一周前はですね、日本のコースを強めに7ハロンで93.6 秒、6ハロンがですね、78.9 秒ともう自己ベストを大きく更新しております。姉妹ですね、11.5 秒と文句のつけようがございませんということでございますですね、まあ、グリッグリの一番人気でしょうけれども、もう評価ね、せざるを得ないかなという感じで、させていただきました。さあ、それではですね、ローズステークス過去5年間のね、階級傾向を見ていきたいと思います。まずは2019年でございます。この年は阪神での開催となっております。1着はダノンファンタジー、2着はビーチサンバー、3着はビクトリアでございました。この年は3頭全て階級仕上げとなっております。そしてこちらローズステークス2020年の傾向でございます。この年は中京での代替開催となっております。1着がリアメリア、2着がムチガ、3着がオーマイダーリンでございました。この年は1着と3着が外球仕上げとなっております。そしてこちらローズステークス2021年の傾向でございます。この年も中京での代替開催となっております。1着がアントブランアウト、2着が AC2.3 着がアールドビーブルでございました。この年は1着と3着が外球仕上げとなっております。そしてこちらローズステークス2022年の傾向でございます。この年も中京での代替開催となっております。1着はアートハウス、2着はサリア、3着はエグランタインでございました。この年は3頭全て階級仕上げとなっております。そしてこちらローズステークス2023年の傾向でございます。この年は阪神での開催となっております。1着はマスクトディーバ、2着はブレディベーグ、3着はマラキナイアでございました。この年は3頭全て階級仕上げとなっております。ローズステークス2020年狙うのはということでございましてですね、まあ、今年でお話してますように中京での代替開催となっております。まあ、そのバージョンでいきますとですね、2020年から2022年がね、該当でございますけれども、中京開催はオークスから外球仕上げということでございましてですね、まあ、2020年1着のリアメイリア、2022年3着のアールビブ、2022年1着のアートハウスという形でございましてですね、まあ、オークスね、7着とか5着とかちょっと負けちゃっててもですね、中京開催3年全てですね、馬券からも好相性となっておりますので、オークスの着順関係なくですね、ちょっと見直してあげるということは大切かなと思われます。そしてですね、中京になるとですね、やっぱり中京って特殊なコースでございますので、時効条件でね、1着になった馬がですね、外球仕上げでここを使って本番にね、向かう権利を絶対に取るぞっていう感じで向かってきた馬、これはね、要注意でございます。2020年ね、3着のオーマイダーリン、そして2021年1着のアンドバラナウトに、2022年2着のサリエラ、そして2022年3着のエグランタインという形でございましてですね、本番はね、逆にね、必要ないかなっていうところもあったりとかですね、まあちょっと本番勝てなかったりっていうところはあるんですけれども、まあここでね、何が何でも権利取るぞということでございましてですね、外球仕上げね、外球に出してから完全に、ね、仕上げた状態でここに向かってきますので、ちょっとそういうのはですね、要注意していただきたいなというふうに思っております。
最終的なね、階級バイデータ回答も関しましてですね、出走馬が確定いたしました。レース前日に来年でお送りさせております。まあね、3歳馬でですね、本当にこの時期はですね、成長もかなりあるというところがですね、ポイントになってきますので、最終を切るとかですね、旧車のコメントとかも加味してですね、一緒に LINE 配信させていただこうと思っております。なおですね、外球情報に関しましてはですね、下の概要欄にございます、ヤギのサイト内でね、無料で一覧化しております。まあ、こちらなんですけれどもね、随時情報をね、更新しておりますので、レース前日にはですね、すべて更新した状態になりますので、参考にご活用いただければと思います。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。週末重賞の外球分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よしいいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。